ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回は長渕剛さんについて占っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回は長渕剛さんについて占っていきたいと思います。長渕さんがおられます。告発されました若林志穂さん。長渕剛さんは、ガーデン芸能界で、星、幸運、希望、チャンス、夢、チャンスをつかまれました。輝いておられます。で、犬、信頼できる仲間、これファンですよね。ファンの方がおられます。月、名誉、名声、ロマン、お仕事の成功、基礎基盤の大成長、若い時から活躍されております。土台があります。鍵、問題を解く鍵、セキュリティ、解決。雲、
不安定、ガス、混乱、大釜、危険、不具合、アクシデント、事故。セキュリティのために芸能界を引退すると発言されたのかなと思います。告発ですね。若林さんの。山。障害、高いハードル。クロス。心配事。宿命。精神的苦痛。山とクロスで人生の終わり。棺。病気、不運、不満。終了。若林さんは、こちらの、当公共施設、これ病院ですよね。こちらも病気、病院。子供、新しいスタートなんですが、若い時から病院に通われているみたいですね。と、公の場ですよね。子供、新しいスタート、発言されて、ハート、愛、喜び、ロマン、恋愛なんですが、これは裸ですので、性加害。狐、プロ、仕事、お仕事で、道、人生の岐路、ターニングポイント。こちらの怒り、ビジネスカードです。安定、安心、固定、努力、忍耐です。だいぶ我慢されたのかなと思います、若林さん。このクローバーです。クローバー、幸運、幸福、ラッキーなんですが、このクローバーっていうのは薬という意味もあります。お仕事でラッキーだったとも取れますよね。で、こちらのこの通り、引っ越し移動変化、変化がありました。DV 被害ですよね。で、長渕さんの下に、魚があります。富、豊か。ビジネスカードなんですが、アルコールという意味もあります。アルコールも飲まれるのかな、とも思います。で、若林さんに対して、こちらの指輪があります。契約結婚なんですが、これ繰り返しという意味があります。繰り返し、性加害があったのかなと思います。手紙、情報、メール、伝える、繰り返し性加害があったと、この公の場で発言されたみたいですね。そのために、雲と、大川で引退という発言が出てきたのかなと思います。こちらの本、週刊誌という意味もありますし、楽譜という意味もあります。で、これ秘密の暴露です。太陽。お仕事の成功なんですが、これ明らかになるという意味があります。家、家族、ファミリー、安定、家族の方は、蛇、要注意人物、嫉妬、罠、トラブル、
びっくりされたと思います。で、こちらの騎士なんですが、知らせ前進作戦なんですが、こちらにも蛇がありますけども、こちらにも小さい蛇があります。だから若林さんだけではないのかなと思います。もしかしたら他の告発があるかもしれません。より、平和、愛、満足、穏やかな生活とも取れますし、性加害とも取れます。本当に暴力があったのか、取り、情報を伝える、メール、無知、内輪もめ、不安、ストレス、トラブル。無知は体に鞭打ちます。熊。熊は力がありますよね。これ DV とか暴力という意味があります。花束、招待、贈り物です。これ DV、暴力、性加害があったのかなと思います。大変勇気のある告白だったと思います。女性の立場としてお話を聞いてて、大変悲しい気持ちになりました。自分の娘さんがその立場になったらと思ったらできないと思うんですけどね。芸能界はこういうニュースが多すぎます。長渕さんは引退されますので、引退がもしかしたら早まるかもしれないですね。占いはいろんな見方があります。そのことをご了承いただいたら嬉しいです。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。